どうもこんにちは、少し間が空いてしまいましたかね。この1週間つうか先週か、私事になりますけども、割と大きな出来事があって、まあいろいろと手につかなかったっていうか、なかなかいろんなことが進まずにいたんですよ。ただまあいつまでもそうしてるわけもかんという、ね、気もするでしょ。それで、こうやってギターを抱えてみたものの、さて何をするのよと、思ってたんですけどね。今日はちょっとあれですよ、だらだら進みますから。でどうしようかなと思ってて、スタジオも入れてないし、自分の曲って言ってもなんとなくな、違うなと思って、そしたら素晴らしい有名なソングライターでありシンガーである方の曲が頭に流れてきて、これはその曲をお借りしながら行くしかないなっていう。ただまあね、やってみたところで、多分見てる人も、俺自身もそう思うけど、また豊原が似合わない曲をとかね、らしくないよみたいな。でもまあいい曲だし、まあ、今の自分のこう気持ち的には合ってるんだなっていうふうに思ってるんで、いいんじゃないですか。とりあえずやってみようか。普段からメイクしない君が薄化粧した朝、始まりと終わりの狭間で忘れぬ約束した、花束を君に贈ろう、愛しい人、愛しい人、どんな言葉並べても真実にはならないから、今日は贈ろう涙色の花束を君に。毎日の人知れぬ苦悩や寂しいもなく、ただ楽しいことばかりだったら、愛なんて知らずに済んだのにな、花束を君に贈ろう、言いたいこと、言いたいこと、きっと山ほどあるけど、神様しか知らないまま、今日は贈ろう未来色の花束を君に。両手でも抱えきれないまばゆい風景の数々、ありがとう。世界中が雨の日も、君の笑顔が僕の太陽だったよ。今は伝わらなくても真実には変わりないさ、抱きしめてよ、たった一度さよならの前に花束を君に。
に僕ら愛しい人、愛しい人、というようなことでね、こういうのもあれですよ、一つの区切りっつうか、記録かな、記録だよ。またスタジオ入ったりとか、バンドのそのミュージシャンのメンバーのスケジュールとかも あるんだけれども、まあダラダラと言ってきますよ、この動画はね。それでだから次は何だろう、楽器をね、そうそう使ってるもんとかをご紹介したりとか、そんなことやろうかな。まあ、とにかくみんな人はね、生きてるだけで頑張ってますよってことで、またお会いしましょう。それじゃあ。